競争公共局変路町長,長作品84四剖剣 I-105 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが作曲したバイオリン・チェロ・オーボエ・ファゴットと還元楽のための競争公共局。当主番号を付けて公共局第105番と表記される場合もある。ハイドンはマンハイム出身のバイオリニストで音楽事業家でもあったヨハン・ペーター・ザ・ロモンの招きで 1791年の1月に初めてロンドンに訪れた。滞在中には1791年と翌年の1792年の2月から6月までの12回ずつ、ザロモンが主催する演奏会にオーケストラでチェンバロを担当して出演し、6曲の新作の公共曲やその他の新作と旧作をロンドンに紹介した。この競争公共曲は百九十二年に、 作曲され、同年の3月9日に第4回座モン演奏会で初演され、成功を収めた。そして次の3月16日の第5回演奏会でも再演され、さらに2回目のイギリス滞在の時の1794年2月24日の第3回座モン演奏会でもこの競争交響曲が取り上げられた。当時としてはかなり歓迎されていた作品であったことが伺える。 当時ロンドンでは競争交響曲が流行しており、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの息子、ヨハン・クリスティアン・バッハも競争交響曲を作曲しており、ザロモンの演奏会に対抗するプロフェッショナルコンサートでも競争交響曲が取り上げられていたので、ハイドンもこうしたことに刺激を受け、ザロモンのバイオリンの腕前を活かすことにして競争交響曲を書くことになったという。またハイドンは、 公共曲で特定の楽器を独奏風に使用することを好んでおり、また楽器の対比的効果にも関心を持っていたため、競争公共曲を作曲するのに野心を燃やしていたと言われている。全三楽小構成演奏時間は約22分。ありがとうございます。